それでは小説に大勝負いきましょう。先攻がシャーク、後攻がミツ、大粒ファイト。わっぜ大粒、調子はどうだ。まだまだ上がっていけるぜ。俺はやりたい音楽、この場所に来てるぜ。国籍に初めて1年前教わったこの場所、そこで音楽ライブで心食らったからここに来た。今音源でも書いてラップもやってるぜ。これにかけた夢お前に負けらんねえ。わかりますか、この音楽。いや、音楽当たり前だよ。そう、みんな同じ気持ちでこのステージに立ってんだよ。オズムファイトに来る意味わかる。いや、お前の好き勝手なこと言うばかりじゃなくて、そう、その笑顔が余ってる、みんなも待ってるよ。俺もすげえ笑顔で帰りてえからね。オズムファイトあげるのは俺だ、わかるか、言うのんせ。間違いない、笑顔で帰らせるのは当たり前だけど、酒飲みたいやつ俺に頼め、おごってやるよ。間違いない話、音楽がやりてえ。このバースショーで俺は一番に輝きて、そのために来てるぜ。やりてえ音楽、お前のバースライブもしっかり心食らったんで、だからこの場所で優勝して俺もライブがしたい。お前にこの意気込みが届くかは分からないけど、やりたい。だからさっきも言ってるけど、みんな同じ気持ちでこのステージに立ってんの。これ2回目、大事なことだから言う、もっと2回目、よ、何度でも言うぜ。俺は自分の心に素直に、このステージ上に言葉を落とし、よ、年月日が変わろうとも俺はいつでもここにいるぜ。終了。さあ、どちらがヤバかったのか、大きな声と挙手でお願いします。先行シャークがヤバかったと思う人。高校水が良かったと思う人。高校水の勝利です。シャークにも大きな拍手を。